ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは。秋です。何をするのかね？シンデレラのヴィラン悪役が主役になった驚きのフィギュアが登場しました。タカラトミーアーツ、ディズニー、トレメイン家の肖像。コンプラの厳しいご時世、悪役をフィーチャーした斬新企画です。企画担当者の熱い思いと、こだわりがこもった一品とのこと。ラインナップは、トレメイン夫人、ボーナスパーツシンデレラの腕、ドリゼラ、ボーナスパーツシンデレラの下半身、アナスタシア、ボーナスパーツシンデレラの上半身、猫のルシファー、ボーナスパーツシンデレラの顔3種のレア表情パーツ付き、以上全4種類、各キャラクターに付属するボーナスパーツを組み立てると、シンデレラが完成します。またルシファーには、トレメイン家の別表情のパーツが付属、悪役3人の表情を差し替えることができます。1、トレメイン夫人、シンデレラの冷酷なママ母、令和の時代では完全に炎上案件です。シンデレラに家事を強制、実の娘たちを優遇しながら彼女をいじめます。主役の権限。2、ドリゼラトレメイン、トレメイン夫人の娘で、わがままでシンデレラをいじめる義理の姉。彼女は横柄で、わがままでいじめが大好物です。見た目や性格に魅力がなく、賢くないキャラクター設定です。3、アナスタシアトレメイン、ドリゼラの姉妹で、シンデレラをいじめますが、作品や場面によっては、アナスタシアは多少人間味があり、後にシンデレラに対して少し優しくなる場面も書かれることがあります。時代のコンプラによって作品は改変される。さてこれらを全て集めるとシンデレラのフィギュアが完成するという仕様です。ルシファーが出ないとシンデレラの顔がないよ。コンクしないとシンデレラが完成しないという絶対出るまで回したくなるアソートですね。ネットを見てみると顔つきルシファーは少し高値です。4、ルシファー、トレメイン家の飼い猫、シンデレラの邪魔をする悪賢い存在、ネズミを狙い、ユーモラスな悪役として登場。シンデレラが飼っているネズミを捕まえようとし、計画を妨害します。ルシファーは悪魔の象徴です。ヴィランキャラクターは、主人公シンデレラが、逆境から抜け出して幸せを掴むための困難の象徴です。必要悪だよ。彼女の成長と成功を際立たせる重要な役割を果たしています。各フィギュアのサイズは約10センチ前後、おおむね18分の1くらい。20分の1スケールのフィギュアと並べられるサイズ感です。おばさんは背が高いよ。コンパクトながら細部まで丁寧に作り込まれています。オプションパーツは、スカートの中に収納できます。嘘です。古い映画やアニメが現代の視点から、不適切とされる表現を含んでいる場合、その部分がカットされたり、表現が修正されたりすることがあります。そういう意味でも、なかなかフィギュア化されない、いじめ側のキャラ立体化は貴重です。ディズニーファンはもちろん、ガチャコレクターにとってもレアな一品ですね。ユニークなシンデレラグッズをぜひお見逃しなく。ちなみに、グリム童話の灰かぶり姫では、姉たちはガラスの靴に足を合わせるために、ナイフでつま先とかかとの肉を切り落とします。ラスト、シンデレラの結婚式では、白鳩に目をえぐられて失明、盲目にされる運命を迎えます。ママ母はなぜか首を吊って自決、その姿を見てシンデレラは満面の笑みを浮かべている。という伝承があります。諸説あり。